工学は江戸時代後期の大奥女中。江戸幕府十一代将軍、徳川家成の時代には大奥で筆頭老女を務めた。工学は法歴期には大奥のお年寄りである松島局に続く実力者だったが、明和期になると大奥の筆頭老女として牽制を振るった。明和2年、仙台藩主、伊達重村が自身の簡易昇進を実現するために、 高岳を含めた、松平竹本、田沼沖継、田沼伊勢の四人に賄賂を送った。この時、高岳は重村に、桜田御用屋敷内に、自身の家を増築させた。天明七年に、松平定信が、老中に就任する際には、将軍、徳川家成から意見を求められた高岳とお年寄り、滝川は、反対姿勢を取ったとお年寄り、大崎によって伝えられている。 反対の理由としては、貞信の実妹主姫が重大将軍、徳川家春の幼女となっているため、将軍家の縁者は幕政に参与するべきではないという考えであった。貞信の老中就任後、高田家は筆頭老女を退いた。藤田里氏、田沼沖次ぐご不信をこむること、身に覚えなし、ミネル場処防、2007年、P43、伊達家文書。 関口住子、大江戸の姫様、ペットからお越し入れまで、老中取座、福島美美優、2016年1月24日閲覧。山下正也、実録江戸の悪党、高沢賢治、松平定信政権と、広市政改革。ありがとうございます。